アルーナス・ゲルーナスは、リトアニアの芸術家で、哲学者、また政治家でもある。リトアニア語に加えて、ロシア語、英語、フランス語、ポーランド語、日本語、ドイツ語の7カ国語を話す。1975年から1986年まで、カウナス・ジェイアブロンスキス中等学校で学んだ後、1988年から1994年まで、 ビリニス芸術アカデミーにて学ぶ。芸術アカデミーで修士号を取得した後、1995年から1997年まで、日本の東京芸術大学に留学した。1997年から2001年まで、ビータウタスマグヌス大学で哲学を学び博士号を習得した。博士論文は英語で執筆した。1997年から2004年まで、 ビリニュース芸術アカデミーのカウナス芸術学部にて教鞭を取る。2001年から2002年までビータウタスマグヌス大学哲学部助手。2002年から2003年までビリニュース芸術アカデミーカウナス芸術学部副学部長を務め、2003年から2004年まで同学部学部長。また、2000年からビリニュース大学東洋学センターの客員講師も務めた。 2004年、ビリニュース芸術アカデミーの副学長に就任した。2009年、リトアニアと日本の建築家によるイベントイーストイーストにも関わった。2010年から2012年までリトアニアの文化大臣を務めた。2012年から2016年までユネスコリトアニア政府代表部大使を務めた。2016年10月、国会議員選挙に リトアニア共和国自由運動から立候補し当選。11月14日、国会議員に就任した。1994年以降、リトアニアをはじめフランス、ドイツ、日本、ベルギー、スウェーデン、ポーランド、エストニアでの展示に関わっている。古典は1997年にカウナスと東京で開かれた。カウナスでは、その後1998年、 1999年2000年にも古典が開かれている。ありがとうございます。